記憶に残ってる試合とかあります？俺は正直1試合も直接は見てない。ジョニーの試合を自分がその待機してる場所から見たわけ。やっぱり自分のことでほんま集中してたから昨日は。まあ今からペーパービューを買ってるんで、はい、あとでじっくり見ようかなっていうふうに思ってます。それで言うと、あの女の女性の2人、杉田風花は勝ちましたね。そうなんです、ね、木村美玲は負けてました、はい、でもいい試合しましたね、木村さんも。あ、そうですか、はい、うん、でも杉田風花の方はそのセリナ選手って言って、はい、あの朝倉未来さんの、はい、契約選手、はい、ですごい注目されてる選手で、まあ、現場評価すごいしました、はい、うん、すごいと思います。ほんまにすごいですね、まあ、木村と杉田はちょっとまたコラボしたいですね。そうですね、まあ、僕らのチャンネルってあんまりその女性の色がないんじゃないですか、うん、だからなんかそういう女性と交流していく、そのね、あの同じことを目指してる、うん、マスコンですね、あの同じ舞台に行って、うん、その方たちとコラボはありかなと思って、うん、あとは誰、よく負けちゃいましたね。あ、まあ予想通りやったかな、俺予想してる。あ、ウルテさんも予想通りやったな。そうですね、すごいですね。まあ、うん、そうなるんじゃないかなと思ってたんで、うん、だからテクニック上がってたな。注目されてました。ユーシさんもちゃんと KO で勝ったな、うん、まあそこは俺は KO で勝たなあかんと思ってたから、うんうん、まあすごいなって感じだね。あと、ノッコンさんも勝ったな。ダウン取ってたな、3回で、うん、あ、そうや、リプレイだけ見たんや俺。あ、そう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 、うん、だからまあ絡んだ人は超勝ちましたね。ポーランドさんと負けちゃいましたけど。あ、そっか、まあ、NMA ルールなんで、うん、